Hey, what's going on? 元気ですか加藤です。今回は日本のハロウィンはアメリカほど大規模ではない。これを英語で何て言うか解説したいと思います。日本のハロウィンはアメリカほど大規模ではない。これを英語で言うと Halloween in Japan isn't a large scale like America.Halloween in Japan isn't a large scale like America. Scale like America. というふうに言います。これはね、結構ですね、直訳した感じの 表現になるので、今からその解説をしたいと思います。一つ目の表現は、大規模という表現をそのまま英語にした表現、large scale というのを使って表す表現になります。in isn't like America Japan a large scale、like、America. 二つ目の表現は、ちょっとこなれた感じの表現なので、もしよろしかったら、この表現も覚えておくといいでしょう。Halloween in Japan is nowhere near what it's like in America. h a l l o in Japan is nowhere near what it's like in America. この表現のポイントは次の二つのフレーズですよね。Nowhere near。まず、nowhere near という表現ですが、ね近くには存在しないということで、ほど遠いとか、何々とは段違いであるというふうな意味です。What America。it's like in America? もう一個は、何々はどんな様子かと。 表す表現になります。で、ここでは、in America アメリカでの様子っていうことを表す表現となります。はい、いかがでしたかそれでは今日の復習をしてみましょう。今日紹介した文章ですね。こちらをもう一度英語で言えるかどうか、ゆっくりでも構いません。ぜひですね、声に出して確認をしてみましょう。それでは行きましょう。Halloween in Japan isn't a large scale like America. Halloween in Japan isn't a large scale like America. Halloween in Japan is nowhere near what it's like in America. Halloween in Japan is nowhere near what it's like in America. Hi guys, guys.今回は日本のハロウィンはアメリカほど大規模ではない。これはいわゆるなんていうか解説をしました。毎回このようなワンポイントで身につく英会話のフレーズを解説しています。もしこの動画いいと思ったら高評価。 そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。